お手伝い、お集まりいただいた皆様、今日は誠にありがとうございます。ボードを持ってですね、署名を集めてくださる方とですね、のぼり持ってこの辺一帯散らばっていただける方、あとは手持ち無沙汰な方はチラシを配ってもらったりなんかするといいと思います。そろそろ時間ですので、開始したいんですけれども、ご通行中の皆様お待たせしております。ただいま北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会の署名を集める活動をしております。ご通行中の皆様、ぜひご署名にご協力いただきまして、活動にご協力いただけると誠に嬉しいであります。北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会は日本政府に公認されている唯一の拉致被害者救出公認団体であります。そちらの署名を集める活動を、現在しております。ご通行中の皆様、よろしくご協力お願いいたします。拉致被害者という事件が世の中に出てからもう30年ぐらい経ちますけれども、30年もの間全く解決できなかった、小泉総理大臣の時に戻ってまいりましたけれども、それまで問題はなかったことにされてましたよね。その時総理だった宮沢内閣であるとか海部内閣であるとか羽田内閣であるとか、そういう方たちは今まで一体何をやっていたんだと、私は文句を言いたい気持ちであります。政治家が当てになりませんので、私らが何かやらないといけないですよね。皆さんね、そうだ、何にも進展は見込めないかもしれませんけれども、何かやらないといけないですよね。そういえば私も豊島区議会議員という政治家ではありましたけれども、今はそういう立場を離れてですね、署名集め活動をしております。私たちは拉致被害者特定失踪者全員が戻ってくるまでこういう活動やめませんよね。皆さんね、北朝鮮政府が一番嬉しいことは、日本人が拉致被害者特定失踪者という問題を忘れてしまって話題にしなくなること、これが北朝鮮にとって一番嬉しいことであります。皆さんそうはいきませんよね。私たちは全員が戻ってくるまでこの活動を続けたいと思います。皆様のご協力よろしくお願いいたします。今お訴えさせていただいたのは楠沢良治豊島区議会議員でした。楠沢さん、ちょっとこの間大病を患われて、今病み上がりでね、精一杯声を振り出して、やっていただきました。本当にありがとうございます。前からですね、楠沢さんの発意で、この池袋西口での拉致被害者奪還のためのですね、街頭署名活動、実はコロナの前からやってるんですけど、コロナでしばらくできませんでした。マイクがちょっと調子悪かったのですいません。私がですね、皆さん何人も来ていただいてますが、主に YouTube で、皆さんにいろんな報道をさせていただいている、
この地元に住んで40年以上になる篠原丈一郎と申します。この地元出身でしてね、立教大学というところに行っていて、そのままここに住み着いていろんなことをやってきました。一番最初にやったのはですね、40年前はね、ここで初めて私は街頭演説この場所でやったんですが、逆でした。行くぞ。これでもこっちでも入る。今試しちゃいましたね。逆をやっていたすいませんね。まさに今日緊張してるんですけどね。40年前もこの池袋の駅頭でなんとですね、青年共産党員としてですね、演説をやってたんですね。40年前覚えてるのは、キム・デジュン、金大中さんがですね、韓国に連れ去られて、KCI に連れ去られて死刑になりそうだった。この死刑をやめろっていう署名運動で初めて、ここで街頭演説したっていうのは私の生まれて初めての街頭演説でした。そういう意味では、この地というのは私にとってはいつも原点になる場所なんですね。今はもう共産党とは縁もゆかりもないというか、向こうに縁を切られたんですけどね、まあ、これは本当幸いだったと思います。しかし今思うにですね、この40年前、さらにちょっと前になりますとね、実はこの池袋で西口でとんでもないことが起こっていたんですね。今日お伝えしている仲間もみんな知ってるんですけどもね、実はこの池袋西口からある方が北朝鮮に拉致されたんです。普通拉致問題というと日本海の沿岸で起きていて、急にさらわれたかのような印象を持ってるんですが、実は私も今ですね、ジャーナリストとして調べていろんなことが分かりましたけども、いろんな人が狙われて長い間観察されて、これは北にとって役に立つって人がつままれるようにですね、騙されて連れて行かれたんです。そのうちのお一人がこの池袋西口が働き場になっていた田口八重子さんという方なんです。田口さんはですね、お二人のお子さん、当時ですねまだ1歳と3歳ぐらいだったと思うんですが、託児所に預けたまま失踪しました。そういうことでね、この人でもねしばらくいなくなってから、失踪してから家族の方はですね、みんなね、まさかそんなね外国にね拉致されるなんてことは気がついてなかったんですね。ところがある時にこれが発覚したんです。ちょうどですね、田口さんが拉致されて10年ぐらい経った時、1987年に北朝鮮が大韓航空機を爆破したんですね。ソウルオリンピックを邪魔するためです。でその時の実行犯が捕まりました。日本人に化けていた北朝鮮の工作員、キム・ヒョンイシさんという、さんというのはもうね、刑期終わったからさんって呼ぶんですね。この人が教えてくれたんです。実は自分に日本人化教育の手伝いをしてくれた方が田口八重子さんだ。実は朝鮮の名前を名乗っていたけども、自分にある時お酒を飲んで告白をしてくれた。二人のちっちゃい子供を置き去りにして私は北朝鮮に連れてこられたんだという話を泣きながらしたそうですね。その話をその犯人がしてくれた。それで初めてですね、北朝鮮に拉致されたって分かったんです。で拉致されたのはもちろんですね、田口八重子さんにとどまりません。実はもう一方ですね、第一勧業銀行っていうのがあったんですね。そこにね、そこの行員の方も川口市在住の方なんですが、拉致されました。まあ、こういう方たちがね案外多いんですね。池袋西口からだけども、その人はですね、実は田口八重子さんがいなくなった翌年です。翌年いなくなりました。でこれは不思議なんですけどね、田口八重子さんもご実家は川口で、その人も川口に住んでいた。川口市だけで5人もね拉致されたと思われる人がすぐ近くにみんな住んでる。これも偶然とは思えない。つまりですね、拉致被害というのは偶然さらわれるんじゃない、実はずっと計画してですね、誰をさらうかよく検討して、みんな共通点あるんですよね、そういう人は。だから同じところから同じ人が観察してたに違いないんです。誰かがこの国内で協力して北朝鮮と図ってですね連れて行って、田口さんのようにいわゆる海外諜報工作のねための仕事を手伝わされたり、あるいはですね最近分かった人がいろいろいます。最近ですね、ラソンというね経済特区で20数人の日本人が働かされていることが分かりました。みんなですね、造船技術者とか日本語の教師とか、そういう特殊なですね仕事について、でもみんなですね、日本に帰ることは諦めてるらしい。どうも出れない。これはですね、実はアメリカのスパイとしてラソンというところに長くですね8年ぐらいいらした
あ、キム・ドンチョルさんというね韓国系のアメリカ人が実は実際に会って知ってるわけですね、まあ、こういうことも分かってる。ですから皆さんね、今でもこの拉致された人、皆さんチラシを今受け取っていただいたと思いますが、拉致された人何人か分かる人いないんですよ、ね、十何人、あるいはですね、もう 約20年前に小泉総理が平壌に行って取り返した人がいます。5人いました。でも本当は拉致被害者って言われてる人、日本政府は間違いなく拉致されたって人は17人認定してるんだけども、実際に北朝鮮に拉致された可能性のある人っていうのは900人に上るんです。900人ですよ。でも私は実際にですね、拉致被害者の周辺を取材したらもっといる。この人は明らかに不自然にね、いなくなってる。そういう人がね、もっともっと出てくるんですよ。神戸で私はね、有本恵子さんという方の周りを取材したら、この方のね、高校の先生、この方も突然いなくなってました。で、本当に不思議なんですね。で、この人は実はですね、同じ神戸出身の北朝鮮に拉致されたというか、騙されてハイジャック犯の奥さんになった人に拉致されてるんですね。日本人によって拉致されてる、有本恵子さんは。その人の亭主になった柴田さんというね、これも刑期終わってるから柴田さんって言ってるんですが、淀号のハイジャック犯がいるんです。この人は一度日本で捕まってます。で、もう出されていて今どっかに暮らしてるんですけども、この人はしばらく平壌に亡命生活をしてました。この人は実は有本恵子さんの高校の先輩なんです。ですから実は拉致事件の一つ一つというのはバラバラに起きた事件じゃない、みんな連鎖してるんですよ。ということは誰かが一連のつながりでコントロールした中で人がさらわれてる、組織犯罪、これは間違いない。しかしそういうことで捜査されたことがほとんどないんですね。ですから絶対にですね、900人持ってって犯人が一人ぐらい捕まってもいいじゃないですか。誰も捕まってない、不思議ですね。で、これは何を意味してるか、北朝鮮の拉致なんだけど、はっきり言うと日本人の協力者がいるんです。そういうことはなしに考えられない。時には人があんまりいない時もあるかもしれないけど、今日は本当にびっしり来ていただいて、ありがたいです。こういう運動をですね、今後とも続けていきたいと考えております。よろしくお願いします。それではですね、監督どうですか。今日は映画めぐみへの誓いの監督の野口翔さんがいらしています、マイクを渡します。今お持ちのめぐみへの誓いという映画のチラシですね、それとパンフレット、それの監督しました、野口と申します。この映画はですね、完全に民間の力で作られた映画なんですね。というのは、制作費のすべてが皆様の寄付で、もう中にはね、毎月1000円送ってくる中学生とかですね、いろんな方がいてね、本当に感動しましたけども、そういう形で民間で作りました。つまり民間で作らないと言いたいことが言えないという部分もありまして、この中にはまあ見るとご覧になった方は分かると思うんですけども、拉致の、ね、今までの経緯、それから北朝鮮に行ってからの生活をいろんな方の証言をもとにして作っております。まだご覧になってない方はぜひ見ていただきたいと思います。で、5月からいわゆるなんですか、レンタルビデオとか、それからテレビとか配信、そういうものも、配給会社が入って始まりますので、機会がありましたらぜひぜひご覧になってください。で、コロナ禍でね、特に今までになかった点は北朝鮮での生活、これはキム・ヒョンヒの証言とか、それから脱北者であるいろんな方、直接お会いした、それからアン・ミョンジンさんとかね、いろんな人たちの証言をもとに作っております。ほとんど、まあ、事実だと思っていいと思います。もちろん演劇的に、ね、映画としての表現の仕方は持っていますけども、それともう一つは国内で協力させられた在日の人たちなんかの姿も、これ亡くなった小松政夫さんとかが演じてますけども、とてもいい芝居をして、そういう人たちの苦悩、そういう利用されて、要するに向こうに、帰国事業で帰った親戚が人質になっちゃったんですよね。協力しないと収容所に入れられるとか、そういう非常に残酷なことをされて、やむなく協力した人たちのことも入ってます。先ほど900人っていうね、特定失踪者の数、これもう膨大ですよね。
で900人というのも特定失踪者というのは家族が失踪しちゃったからって失踪を理由を確かめてくれと申し出た人なんですね。ところがもともとは家族のいない人が狙われてるんですよね、随分とね。それは背乗りっていうか背乗りっていうんですかね、日本人になりすますためには身寄りのない労務者とかそういう人たちを連れて行って代わりになりすます。その数まで入れたら本当に優に1000を超えるんじゃないかと言われております。それでどうしてこんなに解決しないのか、これはね、もともと戦後の日本の体制に根本的な原因はあると私は思います。というのは横田めぐみさんの拉致されたのは1977年の11月なんですね。ここで新潟県警始まって以来という大捜索があった。中学生の女の子は夜帰ってこないだけで、その夜に新潟県警始まって以来の大捜索活動があった。なぜかというと、その年の同じ1977年の9月に石川県の牛津というところで牛津事件といいまして、工作員が逮捕されたんです。これはね、見事に逮捕して石川県警が、それで警察長官賞受賞までしていながら不起訴で返しちゃったんですよ。だから11月の時点でこれが拉致ったらみんな分かってたんです。これは確実な話ですね。実際に9月に賞を取ってますから、長官賞。ところが隠蔽をしてしまってるわけですね。その事実を隠蔽してる。もっとひどい話は、山梨県の山本美穂さんっていう人がやはりどうしても拉致としか思えない失踪の仕方をしてるんだけども、全くサイズの違う水死体 の下着でなんか持ってきて、これはお宅のだと言って家族は納得しないまま拉致ではないというふうに警察がそれはしていますね。牛津事件の時は警察はもうかなり抵抗したみたいです。私の友人で警察のキャリアで埼玉県の本部長まで行ったやつがいるんですよね。で私の中学から同級生で、必ず僕が映画やったりとか演劇やると見に来てくれるやつが、拉致だけは来ないんですよ。もうあれだけはしくじたる思いで悔しくて見らんないというぐらい、根本的に日本の世の中が向こうにおもねってるのか、利権があるのか、その辺は篠原先生に探っていただいて、多分分かってますけどね、誰がどうというのもね、そういうことがいっぱいあるんですね。初公開のですね、新曲を携えてね、地元のシンガーソングライターのですね、田地さんがですね、田地さんじていただきました。この新曲を披露してもらって、あと今まで歌ってきたですね、田口八重子さんの歌も含めてですね、やっていただけると思いますので、お願いしたいと思います。それではお願いします。前々からの新曲というか、もうちょっとその拉致被害者 と特定失踪者のことも含めたような感じでの歌もということで、篠原さんの方から約1年ぐらい前からなんとなくお話はいただいてたんですが、どうしたらやるのかまだまだちょっと悩まされてましたので、で今回ちょっと先ほどというぐらい急遽できまして、まだ自分で歌詞を覚えれてません。なのでそんなこんな状態でございますが、申し訳ございません。ぜひ聞いてください。ただいまも言えない、お帰りも言えない、特定失踪者 の本のタイトルそのままいただいております。今のところちょっとタイトル変わるかもしれませんが、ぜひ聞いてください。ただいまも言えない、お帰りも言えない、
星月が過ぎたか、身も心も踏みにじられ、悪事の片棒を担がされ、私の言葉も奪われてしまった。でも諦めちゃダメと、突然ラジオの向こうから、私の帰りを待つ声が聞こえる。今はただいまも言えない、お帰りも言えない。でもそんな悲しい日々とはさよならって聞いたら、ただいまも言えたら、お帰りも言えたら、当たり前の幸せが我が家に。ある日からあなたの帰りをずっと待ちわびて、どれだけの年月が過ぎたか、いや帰れない悪魔にさらわれた人伝いに聞くならば、今すぐ助けに行きたい。でも現実の壁破れないなら、せめてこの想い届けてよ、潮風の波に乗せて。今はただいまも言えない、お帰りも言えない。でもそんな悲しい日々をさよならできたら、ただいまも言えたら、お帰りも言えたら、当たり前の幸せが我が家に。ある日突然私たち望んでもないのに、離れ離れになってどれだけ過ぎたか、言葉巧みに騙され、気づけば縛られて船の中、平和な街なのに潜んでた落とし穴。でも諦めない、すぐにでも助けに行きたい。届けてよ、潮風の波に乗せて。今はただいまも言えない、お帰りも言えない。そんな悲しい日々とはさよならできる、ただいまも言えるはず、お帰りも言えるはず、当たり前の幸せが我が家に。ただいまも言えない、お帰りも言えない、そんな悲しい日々とはさよならできる、ただいまも言えるはず、お帰りも言えるはず、当たり前の幸せが
我が家に。どうもありがとうございます。では、先ほどご紹介いただきました、田口愛子さんの歌ですね。先ほど新曲をやったあれで聞いて緊張する。次くまちゃんです。必ず必ずあなたを助けに行くから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 必ず必ず必ず
助けに行くから、ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。後からやった曲の方はCD の方も出しておりますので、何かご興味あればお声かけください。豊島区議会の元議長さんでした、熊崎みどりさんからお話をしていただきます。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました熊崎みどりであります。皆さん長時間寒い中ご参集いただきましてありがとうございます。私は元豊島区議会議長として長年この地豊島区で活動してまいりました。篠原丈一郎さんとは友人として長く弱者を守り正義を貫く活動をしてまいっております。いわゆる日本民族を守り国益を図る活動をいたしております。どうか池袋西口駅東商店街の皆様よくお聞きください。またご通行中の皆様、お買い物中の皆様、私たちはこの集会は政治活動ではございません。我がふるさと祖国日本の仲間を救う会であります。拉致被害者の会として皆様方にお伝えしているところであります。どうかご通行中の皆様、足を止めてお聞きください。私たちのこの友人たちが拉致をされて長年ふるさとから離れていっています。どうか皆様方、人のことじゃなくて自分の親、母親、父親として、そして兄弟として、自分の夫、妻として、子供たちを救うとして、自分のことのように考えてください。そしてこの今日の話を聞いてお家に戻った時にご近所の方に一言お話をしていただく、その恋の輪が大きく広がり救う会につながるわけであります。政府を動かし、そして大きな輪となって我が同志日本国民を救う力となります。短いことでありますが、このことを池袋西口で熊崎が言っていたなと思い起こしていただいて、お知り合いの方どうぞお声をかけていただきますようよろしくお願い申し上げます。そこのご通行中のお母さん、ご自分のお子さんのことです。そしてご通行中のお父さん、ご自分の子供のことですよ。そのように思ってください。どうか人のことではありません、自分のことのようにお考えいただいて、どうか今日より明日に向かってですね、そのお声掛けをしていただきますよう切にお願いをいたします。願わくば今日のこの皆様方ご参集いただいた方たちとともに署名活動にご協力いただければ幸いであります。私熊崎みどりからのお願いでございます。ありがとうございました。以前色紙会で、活動されてましたぬぬぬさんという方ですね。お話聞いてあげてください。この活動に参加するのはおそらく多分4回目ぐらいだと思います。で皆様の前でマイクを持ってお話しさせてもらうのは初めてなんですが、以前に敷島会という活動で主にこの池袋の反対側の西口の方で凱旋活動をやらせていただきました。1年2年ほど毎週のように参加して街頭でこのようにお話をさせていただく機会を持ちまして、その後もちょっと他のところでちょこちょこっとはやってたんですけど、そこコロナが出てから2年ぐらいそういった活動をしてませんでしたので、ちゃんとまともに喋れるかどうかは大変不安なんですけど、この拉致問題、今さっき映画のチラシいただきましたけど、横田めぐみさん、弟さんがいらっしゃるんですね、双子の。その弟さんと僕は同い年なんです。で横田めぐみさんは僕の姉と同い年。その2人が
あ、そのご家族がですね、横田真由美さん本人はもちろんですけど、弟さんやご両親も、お父さんがもうお亡くなりになってしまいましたけれども、もう13歳で拉致されて、40年以上です。僕、今年で56になるんですけど、横田真由美さんは僕の2つ上ですから、58になるはず。その13歳から今58歳まで、まあ、僕の場合は11歳から56歳までですけど、北朝鮮というどこだか彼わからないのか、しかも普通の生活ができているのか、収容所のようなところで暮らしているのか、そんなこともわかりませんけど、間違いなく日本で普通に生活している皆さんとは全然違う生活を今まで今もしてるんだと思います。その娘さんを拉致されたご家族の方々も、いつ帰ってくるんだろう、いつ見つかるんだろう、誰が探してくれるんだろうって思いながら、この長い間生活されてると思います。どうか皆さんご自分の家族、親戚がそのような被害に遭われたことを想像して、そのような事件、犯罪行為、国際的な犯罪行為をどうか我々日本人が忘れてしまわないように、当事者は我々日本人ですから、外国の方にどこ行ってもわからないことがあるかと思いますけど、我々が絶対には忘れないように、そしていつか必ず取り戻すんだと、またそのことを自分たち一人一人では小さな力かもしれないですけど、政治やその他の媒体を使ってでも日本国中に大きく広げていただいて、このような活動をこれからも続けていただきたいと、このように思っています。ありがとうございました。あ、すみません、目黒区の市川と申します。毎年拉致の改正という集会、まあ、国が主催して、政府が主催してという形でありますけれども、一向にその進展がないという状況がずっと続いているという中で、まあ、恵みへの誓いという映画ができたと。でそれに対して何かできないかということ、これをできるだけ多くの人に見ていただきたいと。で私ちょっと目黒区議会にいろいろ見学したりとかするんですけれども、文教子ども委員会、教育関係のいろいろ審議するところの委員会があるんですけれども、そこで恵みの誓いを上映するべきだと、学校教育の教材にするべきだというような質問をした議員がいらっしゃったんですよ。でこれあいいなと。でぜひご地元の議員いらっしゃれば、そういう質問をぜひしてほしいと、お知り合いで地方議員がいらっしゃれば。なかなか国に対してそれをやってくれって言ったって、もう選挙の時に何万分の1ですから。ただ地方議員だったら本当に1000票2000票の世界ですから、それやったらありがとうございますというようなことを言えばやってくれると思います。もしただそれできなかったとしても、例えばよく地方の目黒区なら目黒区の主催共催のタウンミーティングとかあるんですよ。でそういうものに対して恵みの誓いを上映するので共催してくれと、で目黒区の広報に載せてくださいというようなことを働きかける、そういう手もあると思うんです。皆様のお住まいの自治体のところの、世田谷区だったら世田谷区、豊島区だったら豊島区というようなことで働きかけをすれば、きっとやりたい、やっていこうという議員もいらっしゃいますし、そういうことに賛同してくれる人もいらっしゃると思うんですよ。ぜひこれは声をかけていくということをしないと、面倒くさいからやらないということになると思っちゃうと。やっていくのはやっぱり地方一個一個のところから、お住まいのところからしっ
っかり攻めていくということをやっていけばいいんじゃないかと私は思ってます。で、あと11月の議会で私陳情でブルーリボンつけてくださいというのは、今東京都ではブルーリボン職員もつける、人権週間につけると12月でということがなされているという話です。であれば地方議会もやろうじゃないか、目黒区もやろうじゃないか、今議員と相談してるんですよ。こういう陳情を11月で12月の議会で通るように考えてるという話をしてるんです。ぜひね、身近な議員いらっしゃったらそういうことをやって陳情で出して、あれ豊島区議会、あれ靴沢議員、あれ豊島区だったら今靴沢議員おりますので、靴沢議員に12月にブルーリボンつけてくれと、人権週間に、まあ、通りますので、まあ靴沢議員は極右だから嫌だという人もいるかもしれませんからけれども、それだったら要は都民ファーストでもいいんです、自民党でも何でもいいんですよ。でブルーリボンをつけてくれと。でまあ中にはね、金属アレルギーとかイデオロギーなんじゃアレルギーの人がいると思うんですよね、金属アレルギーとか。だそういうのはね、じゃあせめてブルーのネクタイとかブルーのマスクして意思を示すと、北朝鮮に対して。だそういうようなことを陳情で出すんですよ。でブルーリボンつけろっていうようなことを言うとね、どうしてもつけてくれない人たちが出てくるんで、できれば全会一致でね、もう私目黒区だったら目黒区全員一致でブルーのリボンをつける、せめてブルーのものをつけるっていうものを通したいと思ってるんですよ。でそういうちょっと相談しながら11月にやろうと思います。ぜひ皆さんのお住まいのところで親しい議員がいればブルーのものをつける、ブルーリボンをつけるということをね、人権週間ですから、これ人権問題ですから12月にやってもらいたいと。で反対する議員というのは、あ、この人たちは反対するんだな、日本人を救うことに対して反対する意思を示さないんだなということをね、この人たち反対してましたっていう話をすればいいんです。素晴らしい。そうするとその次の年は統一地方選挙ですから、でこの人たちは反対した人たちだよっていうことだけ、そこまで